さて、今日はですね、通学の質問が来たので、またそれに答えようと思います。今日聞かれたのが、部分積分の見分け方ですね。部分積分って何か、これも知らない人はね、もうこれ諦めてください、今日聞くの。これも完全に、数三、だから受験生用、理系の受験生用の話なので、わかんない人は、見ないでください。さあ、というわけで、ね、部分積分って何かっていうと、改めて説明すると、これですね。これはもう受験生向けに説明していくから、もう細かいことは端折っていきますよ。関数が2つ掛け合わさってたときに、そのままではちょっと積分できないわってなるから、積分そのまま、そのまま微分。僕、こうやって覚えたんですけど、積分そのまま、そのまま微分っていうふうにこうやって変形して、要は、この積分からこいつ、要は片方は積分して、で、もう片方は、微分してっていう新しい積分をね、ここでやっちゃおうっていう、それができますよっていう、そういった、やり方なんですけれども、要は元の関数で積分できないから、変えちゃえってことですね。変えたものでできますよってことです。これポイントなんですけども、上が積分コースですね。積分コース。で、下が微分コース。つまり、部分積分っていうのは、片方積分して片方微分してるんですよ。だから、それが、ポイントですね。なので、部分積分は、片方、どこがおかな？片方積分して、片方微分してるよと。で、その、なんだっけ？こうか。片方積分して片方微分してるよっていう、そういった関数に、書き直してるんだよと。そういうふうに思ってください。で、ってことは、片方積分して片方微分してるっていうことは、積分した方がいい関数と、微分した方がいい関数っていうのが、絶対あるんですよ。どういうことですかって、下見てもらって、青が積分コース、赤が微分コースです。で、真ん中の関数を、それぞれ積分した、微分したっていう形を一応書いてるんですけども、まず一番最初ね、これ、正関数ですね。X、もしくは X 二乗とか X 三乗とか、その辺も考えてもらっていいんですけども、こいつは、じゃあどっちの方が都合がいいですか？明らかに微分ですよね。ね、積分すると、二乗になって二分の一が増えてっていう。要はこれ、どんどん増えてっちゃうんですよね。X 三乗四乗五乗つって積分すればするほどに X が増えていくと。もちろんそれで都合がいい場合もありますけども、基本的には、消えてってくれた方が、いなくなってくれた方がいいっていうのがありますから、正関数がある場合は、微分したら減ってきますから、X 二乗は X、1っていうふうにこう減ってきますから、なのでこっちは、これは、微分コースがいいんじゃないかなっていう、気がします。で、こいつがあった場合ね。で、下のやつ、コサイン、三角関数ですね。こいつは積分すると sinx、微分するとマイナス sinx になります。ぐるぐるループするんですね。で、こいつは、どっちでもいいじゃないですか。こいつはどっちでもいいです。なので、こいつがある場合は、積分にしようか微分にしようかとか悩むんじゃなくて、どっちでもいいや、これは、と。どうせループするんだからと思っておいてください。だから、これどっちでもいいやつですね。じゃあ、ログは、これ微分すると x 分の1っていうふうに形が変わるんですよ。なので、形が変わるから、そっちの方が扱いやすい場合はそっちにすると。というか、積分するとこいつとんでもないことになるんですよね。x ログ x マイナス x っていう。で、これ別に公式とかないんですけど、ログ x を積分してっていうふうなのを試すと、こんな風になっちゃうんですよね。ログ増えとる、ログの他になんか余計なもんくっついとるからってなるので、こいつも、どっちかっていうと微分コースですね。形は変わるけれども、ログより大体扱いやすいですから、こっちの方が。
ね、こういうふうに、変形して、まあ、微分コースに考えてあげると。で、下の、指数関数ですね、EX、まあ、これはもう、何、例えば2の X 乗とか3の X 乗とかも基本的には変わんないんですけども、やっぱ積分しても、微分しても、変わんないです、これも。で、これもループしちゃう系なので、どっちでもいいやつですね。だからこれは積分でも微分でもどっちでもいいよと。で、まあ、番外編なんですけども、まあ、こいつの派生系かな、例えば1は積分すると X で、微分すると0ですよね。まあそれはそうですよねって話なんだけど、まあこれ何が言いたいかというと、たまにまあこれとかそうなんですけども、ログ X の積分ってこれ実際どうやってやるかっていうと、これ前に1が隠れてるって思って、こっちを積分コース、こっちを微分コースに持っていってっていう風なやり方で積分するんですよね。なのであえて関数ないように見えるんだけども、1あると思って X を出させるっていう方法、まあよまあ、たまに使ったりするんで、それちょっとまあ分かっとくと、受験生向けですね、これは完全に。まあ、てかこれはね、受験生しか見たいと思うんですけど、さあ、ささっといくぞ。ということで、ざっと関数並べてみて、微分コースにやった方がいいやつが2つありましたと。で、それ以外はどっちでもいいって感じなので、基本的にこの正関数ログがあったら微分コースに載せようかなって思っておいてください。ね、それでは別にどうしてもいいですから。じゃあ、今回の質問ですね。部分積分のね、まあ、やり方とか、まあ、どういうふうに判断していけばいいのかっていうのはなんとなく分かったところで、まあ、早速今日の質問を見ましょう。こいつですね。XEX の積分と XEX 次乗の積分。これどっち、部分積分、どっちやればいいですかみたいな、まあ、そんな質問が来たんですね。まあ、正確にはこっちが部分積分でこっちが置換積分なんですけど、どうやって見分けるんですかって話をするんですけども、片方積分、片方微分してっていう形を考えてみてください。ね。で、そうすると、微分コースに乗せた方がいいやつが、まあ、早速来ましたよね。だからこいつを、片方積分、片方微分っていうふうにすると、まあ、この形が最終的に、出てきてくれるじゃないですか。ね、こいつで、これの積分はもうできますよね。ね、なのでこれはもう、部分積分にしちゃっていいよってやつです。で、ところがこいつは、確かにこいつ微分コースに乗せてっていう風にあるんだけども、こいつの積分の仕方知らないんですよね。これだったらいいんですよ。これの積分だったらわかるんだけど、 X 次乗が片側に乗っかってるやつの積分っていうのは、まあ、僕らは、まあ、知らないんですよね。まあ、これをこのまま扱えないと、ね、まあ、実際にはこれ置換積分しないでボーンって一発で出せるんですけど、まあ、でも高校の習いたての頃っていうのはこっちの積分の仕方、この X 次乗が肩に乗ってるやつってやり方知らないんですよね。まあ、なので、これを まあ、やっても、まあ、しょうがないということなんで、こっちは、部分積分しないっていう。まあ、置換積分でっていうふうにやるんですけども、じゃあ、こいつをね、まあ、置換することなしに、まあ、どうやって積分するんだって話は、まあ、後でしましょう。ということで、部分積分の見分け方の話でした。じゃあ、またねー。またねー。